こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、1900じゃなくて、まだ抜けないね、1900っていうのがね。2019年の、12月31日、大晦日の朝なんですけれども、今日いっぱいでですね、2019年終わるんですけど、来年からはですね、2020年ですね。はい。ということなんですけど、昨日ね、このウォークマン用のですね、古いですね、イヤホン、これはね、終わりました。はい、終わりました。ちょっと待って、かなっちゃったな。終わりました。これね、はい、ちゃんとね、いい、結構いい音ですね。思っていたよりもね、いい音です。古いやつなんでどうかなと思ったんですけど、非常に良かったです。で、結局ですね、この付け根のところがですね、断線してたんですけど、肛門の方ですね、グランドに当たる部分ですね、ダメだったんですけど、こっち側かな、右側ですね、こっちがなんですけれども、その断線の仕方がね、非常にね、厄介で、力によってですね、こうねじりとか力、物理的なものによって、断線したんではなくてですね、どうもですね、外部から、水っていうかね、そういうものが侵入したのか、約ですね、5センチぐらいの範囲でですね、グランドがですね、真っ黒の状態でですね、まあ真っ黒というか黒く腐食した状態で、その腐食で切れてたんですよ。だからその10センチを切っちゃうとですね、もうバランスがね、この長さのバランスが非常に悪くなるんで、別のね、ウォークマンの、ケーブルに、ね、変えました。はい。ほんで全部できました。今日、大晦日にね、これ発送します。はい。これは良かったんですけど、今年最後のですね、大失敗っていうか、僕が失敗したわけじゃないんですけれども、この前もね、このウォークマンの F5、 これ非常に珍しい沖縄バージョンのですね、スポークスウォークマン、確か1985年ぐらいのやつなんですけど、非常に珍しいやつですね。これね、メカの方っていうか、電気周り全部ね、調整終わって音を出ししたりなんかしてね、それでなおかつこの電池蓋のところね、これも全部 3D プリンターですね、ちゃんと強度もしっかりしたものを作れたんですよね。はい、なので調整終わったんでね、このケースに入れようと思って入れたんですね。入れてネジ止めして、カセット蓋を開けたらですね、ポロッと取れてしまいました。取れてしまいました。ここね、補強してたんですけどね、樹脂を流し込んで補強してたんですけど、もうここがもろいんですよね。はい、ヒンジの部分、特にヒンジの部分ね、ここなんかね持ってあるんですけれども、この樹脂でねやったんですけどね、ここがね折れてますね。どうもね、これ表面からですね、やっぱり劣化が進むみたいなんですね。だからこういう厚いところはそれほどでもないんですけど、この薄いところですね、ヒンジの部分、これ多分ね、こっちもねすぐダメになりますね。ここら辺もポリポリ折れてたんで、ちょっと気にはなってたんですけど、つけたらわりかし強く感じたんですよね。なんですけど、このヒンジって結構テコの応用みたいに、結構ね、このヒンジの結合部に力が加わるんですよ。その関係でパカッと開けたらですね、ポロッと取れちゃいましてね、これね、これね、はい。で、どうしようかなと思ってやるんですけどね、こういうね、取り方したのはね、まあ、いくつかあるんですよ。昔のね、赤いね、どこだっけな、どっかの、アイワかな、ソニーかな、どこだっけな、ラジカセ、赤のね、ちょっと、なんていうんですかね、
ちょっと透き通ったような赤のあのケースのね、ラジカセがあったんですよね。それもですね、こう補強するとポキッと折れちゃうんですよね。補強したあの樹脂で補強するじゃないですか。そうすると補強したのがこう、本体にくっついてる部分でポキッと元々のやつがねポロ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 落っこってきちゃうんですよ。そういうのが以前にありました。あとはだからいくら補強してもダメなんですよ。全部取り替えないとダメなんですよね。補強するために取れてきちゃうんでね。でもう一つね、あのやっぱ依頼品だったんですけど、あの電子手帳だったんですよ。電子手帳でやっぱりあの劣化が激しくて、あのケースの方ですね、パリ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 こう落ちてしまうんですね。やっぱりそれも補強してやろうと思ったらですね、補強するそばからですね、どん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 剥がれてきちゃうっていうことで、どうしようかなと思ってたんですけどね。うん、でこれもやっぱその手のものですね。はい。なのでこの樹脂自体がそんなにね、ウォークマンの樹脂ってそんなに悪くないんですけれども、あとそうだ、 TCM、TCM16D だったっけな、あのモノラルのやつなんですけど、それの何色だったっけ、黒じゃないんだよな、色によってねこの劣化が違うみたいなんですよ。これも黒いねバージョンのやつはあるんですよ。今持ってくるかな、あるかな、はい、これ黒のやつはね、特にね、今外してありますけど、これはあの綺麗にするために、掃除するために外しただけなんで、これね別にね欠けてるところないんですよ。はい、だから大丈夫なんですけど、これね黒は大丈夫なんですよね。だから色によってねどうも違うみたいなんですね。さっき言った 16D だったっけな、ちょっと、忘れちゃいましたけどね、 TCM の iPhone16D だと DX かな、 16DX って言ったかな、あたりがですね、やっぱ色によってですねこうケースが脆くなってるってのがあって、これもだから多分この色の、やつがダメなんですよね。この時にできたものでね、困ったもんですね。だから多分ね、樹脂そのものは多分同じだと思うんですけど、これなんだろうな、 ABS だと思うんだけどね。それにこの塗料っていうかですね、あの色をつけるのに顔料を入れるんですけどね、その顔料との関係で劣化が激しいというか耐久性がないものもあるのかもしれないですね。はい。なのでここはね、ただ単に、樹脂でですね補強してもダメだということが分かったんでね。でいろいろと考えた結果ですね、まだやってないですけど、この部分ね、この部分そっくりですね、ここの部分、ここの突起の部分ね、ここをね全部置き換えようと思ってるんですよ。あとここの部分もここからですね、ここから作ってはめ込むような形、樹脂でね、ここの出っ張ってる部分を全部削っちゃいまして、この出っ張ってる部分に相当するものを強度の強いですね、3D の、樹脂 3D フィラメントでもってですね、作って、そしてこうはめ込んで、多分エポキシ、どっちがいいかな、エポキシがいいかな、これぐらいだったら面積を取ってですね、エポキシのボンドでガッチリ固めちゃおうと思うんで、一体にね、はい、なので昨日の、夕方にですね、もうすでにねこの緑のね樹脂がなかったんで、緑の樹脂ね、PLA プラスのね、ちょっと、PLA よりもね強いんで、 ABS よりもね多分ね強いんですよ。扱いやすくて、強い、ABS はねちょっとね
あの成形するときに形成成形のっちだあのあの作るときにですね、あの 3D プリンターで作るときに反りが反るんですよね。 熱によるこう膨張が大きいんですよ、 ABS はね。なので冷めると縮んでしまうっていう性質があって、精度がねちょっと落ちるんでね、最近はだから PLA プラスっていう新しい樹脂があって、 PLA に別の素材をちょっと混合したもので、それだと熱による膨張がかなり少なくてですね、ABS に比べてほとんどなくてですね、なおかつ強度的には ABS と同等もしくはそれ以上みたいなんでね、実際にやった感覚もね、で弾力性もある程度ありながらしっかりしてるんですね。硬くて弾力性があって、硬くて弾力性があるというとちょっとおかしいんですけれども、PLA の場合は弾力性がないんでポキッと折れてしまうんですよ。だからなんていうか粘りがあるっていうかですね、あの金属で例えれば、鋼ですね鋼で、あの硬くなると切れ味はいいんだけれども、刃こぼれっていうかね、刃が折れてしまうますよね。で、刃が折れないように柔らかくすると今度切れ味が悪いっていうことで、そのバランスなんですけどね、あの硬さと粘りのバランスなんですけど、それがね ABS よりもまあ同じぐらいかな、かなりね近いあの粘りと硬さのバランスがいい、かつこう強度もね ABS よりも強い装置なんで、素材なんでね大体ね、まだちょっと新しいこのグリーンのやつを試してないんでわからないですけど、黒に関してはこのね、この、これは失敗作ですけどね、これナイロンで作ってきたね、これナイロンでナイロンで作ってみたんで、これはね失敗でね、まあこれがまあ近い形ですけどね、こう結構強いんですけどね、でここがね割れてしまうっていうことで、ね、バネのところ割れてしまうっていうところで、実はナイロンでも作ってみたんで、ナイロンはこんな感じね、ブヨブヨでね、なのでナイロンでねこれ、スリッパ作ってみようかなとかね、これをねちょっと形状を変えるとねかなりね柔らかい素材なんですよね、これね、で結構強いんでこれ、ほらだからベルトなんかにこれこんな薄さですけれども、すっげー強いんですよこれ、はい。なのでベルトの素材とかね、そういうのの、なんていうんですかね、そういろんなのにねナイロンのやつを使っていく、まあ、いくんですけど、まあちょっと脱線しましたけど、なのでこの結構強いね ABS プラス、ABS じゃない、PLA プラスのグリーンでもってですね、ここの破損部分、この部分ねちょっと大きめに作ります。ちっちゃい、例えばここの部分だけ作ってもいいんですけど、多分受け側のね本体側のやつが割れてしまうと思うんで、なるべくしっかりとですね全体に噛みつくような形でですね、ここのところに、しっかりとつけるように、設計していっていきたいと思います。これ結構時間かかってるんですけどね、だ修理代はね、まあ変えられないんですよね、一応ね、このくらいかかりますよって言ってありますんで、それ以上になることは僕の場合ないんですけど、その代わり結局そういうふうにいろいろ試しますよね、それがですね次の時に生きるんですよね、はい、ノウハウとしてね。で次に同じことがあった時にはその同じ方法が使えますし、またそのやり方の選択肢が増えることで違う何か発見するって、違う、やり方っていうか違う分野とかね、そういうのに発展するんで、その辺は自分に対しての投資だと思って、追加分はいただかないようにしてます、なので結構ね時間かかって本当にね何ヶ月もね悩んでっていうこともありますけど、それは自分の、勉強ということでねやってますんでね、一応ねいくらいくらっていうことは見積もりで出すんですけど、
追加はほとんどしたことはないですね。部品なんかでね、特殊な部品が壊れてたりとかですね、まあ、特に壊されてたりすることもあるんですよね。自分でね、なんかやって、ほんで、普通は壊れないような部品ね、例えばモーターであるとかね、それをこう引っ張らしちゃってね、壊しちゃってるっていうことがあるんで、その場合はね、やっぱモーター分とかね、多少ね、いただくことはありますけど、なるべくね、見積もりで、安くやろうとしてますんでね。はい。ということで、またチャレンジするものが増えてしまいました。今年最後の大失敗ですね。ちょっとね、これ、昨日送ろうと思ってたんで、これバリッてやった時には、かなりのショックでした。私としてはね。はい。ということで、またね、来年はそういうことも、こういうね、部品、ブリッドがね、ケースとかが壊れたことを想定して、部品もね、どんどん作ってきます。もう、だいぶね、こう、やり方が、こう、練れてきましたんで、例えば、電池ボックスですね。ウォークマンの電池ボックス、すぐ取り掛かろうと思ってます。まあ、他にも、依頼品とかあるんで、それもやりながらなんですけどね、電池ボックスですね。電ボっていうやつですね。ウォークマン用の電池ボックス、それと、AC アダプター、ウォークマン専用の AC アダプターですね。あとはリモコンですね。リモコンというか、ウォークマンには特殊なですね、イヤホンの挿す口があるんですよ。それはもうほとんどもう非売品じゃねえや、売り切れてですね、僕も5個ぐらい持ってるのかな、まだね。で、2500円ぐらいで、出ることはあるんですけど、もう、アマゾンなんかでは売られてないんでね、もう在庫が多分もうなくなってるんですよね。もう、多分、どっかに、こう、デッドストックにあったものだと思うんで、もうすでにないんでね。それも、来年ね、早々ね、もう、作れる、技術的にはね、全部揃ってるんで、大丈夫なんですけど、あと時間がね、ちょっとね、なかなかね。そしたらまた、それを売るつもりでいます。販売するつもりでいます。で、そのね、特殊なイヤホンに対応した、特殊なリモコン端子に対応した、アダプターが作れるようになるとですね、その特殊な、イヤホンの、本体ウォークマン、それかなりねあるんですよ。当初えらく安かったんでね、買っちゃった。簡単にね、それ対応しようと思ってっていうか、アダプターをね買おうと思って結構ね、掘り出し物をどんどん買ってたんですけど、結局はですね、そのアダプター自体がね、その変換アダプター自体がですね、もう在庫がなって買えなくなっちゃったんで、イヤホン聞けないのに本体修理してね、出すのもなんだと思ったんでね、そのまま保管してあったのもあります。それも来年ね、かなりの数あると思うの、100台とかですね、その100台までいかないかな、50台ぐらいあるかな、なのでそういうのもね、そういう機種もどんどんやってきますんで、ね、来年はちょっとね、飛躍の年にしたいと思いますんで、いろいろな面でね。あとは来年の抱負としてはね、3D プリンターとかですね、レーザーカッターとかですね、その辺の、ね、加工機ね、自分で、メンテナンスじゃなくて、改造もしくは新しくね、作ろうと思ってます。今日もね、もう夜中4時ぐらいからですね、ちょっとね、調べててですね、まあ、何を調べたっていうか、これね、ヘッドホン直したって言いましたね。ここのね、スポンジの、いろんなね、スポンジがあってですね、例えば、こういうスポンジって結構ね、劣化が激しいんですよ。で、内部についてる、例えば、ウォークマンの WM-R2 っていう録音できるタイプのやつがあるんですけど、あれのですね、内蔵マイクのところに
やっぱスパンで使ってるんですけど、それはね、まあ見えないんで、あのハサミとかでね加工して作っちゃうんですけれども、こうやって見えるものね綺麗に仕上げどうしたらいいのかなって昨日っていうか今朝ね、朝方ね、スマホでいろいろ調べてた結果ですね、いろんな方法ありますね。レーザーカッター使う方法、CNC ルーターを使った方法、あとね面白いのはね、ホットワイヤー CNC のホットワイヤーっていうのがあるんですよね。それ知らなかったんですけど、よくあの100均でもあると思うんですけれども、あの発泡スチロールとかを加工するためにニクロム線ですね、あの電熱線に電気通して熱を発生させてですね、それでもってこう切るっていうのがあるんですけど、それをですね、そのものなんですけど、それを CNC でコンピューター制御にしてしまってるやつっていうのは確か売ってるんですよね。あの売ってるっていうか、あの通常ね、こうAmazon とかで売ってないんですけど、工場でのやつではあるんですね。でっかい機械ですけどね、それで工場で発泡スチロールとかですね、スポンジなんかの加工に使ってるらしいんですよ。そういうのがあるんでね、それもね、そういうのも作ってみたいというのがあってですね、はい、これかあの来年ね、なんとかね、そういういろんなのもやりたいと思うんですよ。あとはね、あの加工機でやりたいものはですね、あともう一つね、絵ね、絵画、もう友人があの画家なんでね、絵を飾る時のこういう、こう額にねこう入れる 白だけじゃないですけど、こうなんだろう、くり抜いたね、板じゃない、紙を、厚紙をくり抜いたような、紙なんですよね。何て言ったっけな、忘れちゃったけどね、それのねカットがね結構難しいんですよね。それをまああのカッターを使ってね、 CNC でカッターを使ってですね、やってみたいなっていうのもあります。まあいろんなのもね作ってみるつもりいますんでね、はい、ということで、まあ今年最後の大失敗ということですね。はい、今年ね、まあいろいろことありましたけどね令和あんまりねいい年じゃなかったような気がするんですけどね、私にとっても、あの世の中のね一番ね嫌だったのはやっぱ消費税ですね。はい、ということで来年ね、いい年になるように、あんまりね人にね、人にっていうか僕はねあんまり政治とかねそういうのにね期待しないんですよ。まああんまり人に期待しないでね、もう自分でねあのできることをコツコツとやって切り開くっていうタイプなんでね、あんまり、文句ぐらいは言いますけどねあのデモしたりとかねそんなことはやらないですからね。はい、ということで、はい、またまあ今年も1年ありがとうございます。おかげさまでね、なんかね登録者がなんか今日見たら8000になってたんですね嬉しいですね。もう1万ぐらい行きたいなと思ってるんですけど、あと去年のねやっぱ去年も確かね7000ぐらいだったんですよね。だから多分1年にね1000ぐらいずつ増えてるペースなんですよ今までね。なので来年は9000でしょ、で再来年はね1万いけるかなっていうちょっとね思っておりますんで、ぜひともですねチャンネル登録よろしくお願いします。今年もどうもありがとうございました。あの来年もね引き続きですねよろしくお願いしますということでね、また来年になったら、お正月にでもですね動画撮ろうと思ってますんでね、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。いいお年をお迎えください。はい、失礼します。